あ、ここの道をまっすぐ行くと銚子電鉄の戸川駅っていうのがあるんですよね。で、その戸川駅まで行かないんだけど、その少し手前左側になかなか、あ、来た、あった、ここですね。ここ、このメゾネットタイプの団地と平屋型の団地があるんですよ。この辺に止められるかなとか思ったんだけど、公園の脇に止めさせてもらおうか。この戸川住宅のこの団地の中に1棟だけある多層階型4階建ての団地の建物ということになります。あとは全部平屋か2階建てのメゾネットということになってますね。こちらは平屋型の団地の建物ですね。もうここは人は住んでいないですね。うん、このような感じでちょっと広く作り変えているけれども、一部屋広くしてサンルームのような形にしているわけですね。まあ、ちょっとね、人が住んでいるところもあるので気をつけながら見て回ってみようかな。このような感じで引き戸ということになっているんですね。こっちはいけないんだ、こっち側からだ。ああ、すごいね、後付けの建物ですね。あ、こっち側からはいけますね。このような感じで扉は全部引き戸のタイプです。こっちもあるんだな。ここは公園になっているようですね。ちょっと寄ってみましょうか。よいしょ。ああ、ちょうどいい感じの広さの公園という感じでしょうかね。特にベンチとかないね。で、この奥には団地があると。1棟に対して2世帯くらいでしょうか、住んでいるのはね。やっぱね、あの銚子はね、まあ人口的には今どんどん減っていってはいるんですけど、だいたい千葉県の中で中間ぐらいですね。市区町村が57とか58ぐらいだったと思うので、そのだいたい真ん中ぐらいに位置しているわけですね。こっちにもありますけど、まあでも居住率としてはそこまで悪くないかなという感じですね。こちらのお宅はもう廃墟となってしまっていますね。はあ、この踏切と団地のね、並びがいいですね。こう見てみるともう廃墟化しているところはありますけど、それでも結構人は入っているかなという感じはやっぱりしますね。こっちの方も、この塔は完全に無人ですね。そして奥の方に行くと、こっちは平屋タイプでしょうか。あ、二つつながりですね。ここも廃墟。うん、人は住んでいないという建物になります。すごいな。こっちがもう完全に無人の建物ですね。この扉がもうクチクチになってしまっている。窓枠は木なんですね。すげえ。やっぱり鉄で作ると傷みが早いからっていうことなのか、そのまんまにしてるっていうのは。あとはアルミですね。素晴らしいね。すげえな。ここは
一部屋増やしているんですね。こっち見てみようか。あ、ニコイチですね。ここはニコイチで両方とも人は住んでいない棟ということになりますね。両方とも一部屋増やしていますね。じゃあちょっと通りに出てきたので、せっかくだからちょっと離れて見てみようかな。ちょっと逆光で厳しいですけど、多層階型の建物はこのような感じになっています。で、遠くから見るとこの団地ですね、塔がずらっと並んでいますけれども、このような団地ということになっています。こっからちょっと離れた場所にもあるんですよ。そっちにも行ってみるか。ちょっと歩いていくの大変だからバイクで移動します。こういう商店もいいですね。もうやってないのか。酒屋さんかな。でもあれか、雑貨も売ってそうだね。塩とかタバコって書いてあるから。で、ここを左に曲がると確か戸川駅とかじゃなかったっけ、違ったっけ、もうちょい先かな。レトロな建物がやっぱ多いですね、この辺は。ここで左に行くとあるんだ。あ、ありました。すごいね。小学校の植木鉢とか捨ててあるから、なんか小さい子住んでたのかな。こっちにも空き地がありますね。もしかしたらこっちの方にも昔は建物があったかもしれない、で、現在はこのような感じになっているわけですね。この建物は結構傷みが来ている感じですね。この辺は人が住んでいるような感じがしますね。でもこっちの建物はもう住んでないと思う。やぶに埋もれてしまっているので、もう人が住んでいる感じではないですね。ジャングルみたいな感じだ。かろうじて建物が見えるというくらいですね。こういう感じで建物として団地はあるけど人は住んでいないところが圧倒的という感じですね。この団地の隣、墓地なんだね。すげえ。墓地越しの海と。冷蔵庫のゴミですかね。こういうのが捨てられていたり、テレビがあったりしますね。洗濯機もあります。で、前にバイクを止めた建物の表側はこのような感じです。一応この辺りは60年代頃からあるみたいですね。格子は全部木だし、窓枠もすべて木ですね。ここはお風呂場か。で、こっちが玄関ということになっているわけですね。で、お風呂を沸かす時にこちら側から入ったということだったと思います、確か。こういう修凸もね、なかなか味わいがありますね。鉄ではないんだ。なんだろう、塩ビ管とかいう感じでもなさそうだね。なんかセメントでできてんのかな。やっぱ塩害対策という感じなのかなと思います。歴史を感じますね。よし、じゃあ行きましょう。
あっちの方にも団地の建物があるんだね。軽く流すだけですけど、ちょっと見に行ってみましょう。このような建物ですね。うん、人は住んでいるところも多いように思います。あっ、地下。あ、すげえ。こういうもう廃墟化してしまっているところもあれば、そうでもないところもある。あー、すごい。なかなかでございました。いや、両方とも素晴らしかったな。一応古い地図でも確認してきたんですけど、俺が見たのが1961年から69年の地図だったんですよ。だからもしかするともうそれ以前、61年より前、50年代後半ぐらいからあった可能性もありますね。それだけ歴史のある建物ということになるんじゃないかなと思います。最初のね、2箇所は視聴者さんが教えてくださったところだったんですけど、戸川住宅の方はね、地図を見ている時に最東端の団地ってどんなところなんだろうかなと思って見てた時に見つけたんですよ。いや、まさかあんな感じだとは思わなかった。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良かったよという方はチャンネル登録、高評価お願いいたします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。